わっしょい、はい、下町探偵団の源さんです。今日もあの夜の門前高町をフラフラしてるのだ。お、いいシールが貼ったのね。うん、いいね。ここはねちっちゃい店なんだけど、門前高町のナチュラルって店、あのとてもアップトホームないい店ですとわしは思うのだ。今ねとりあえずねレモンサワー飲んでる。あとねこれが人気あるらしいんだけど、牛すじのトマト煮、これうまいっすよ。ちょっと外から、それ外観ちょっと見てみようか。とりあえずマスターもたまたま一人だけいるお客さんも映っていいよって言うんで、なんかいい感じでしょ。ちょっとねおしゃれなだけどこじんまりとしてる町のしゃれた店って感じでね。最初ねここの噂は結構いい店だって、ね、聞いてたんだけど、でも原産向きじゃないよって言われたのね。なんかとってもアットホームっぽいんで、源さんはそういう店が好きじゃないんじゃないのっていうことらしいんだけど、だけど来たらね3回ぐらいかなしか来てないんだけど、とっても仲良しにさせていただいて、なんかねアットホームっていうか常連が多いんだろうねきっとね。常連さんでいい、本当に楽しくやってるって感じでね。最初に来た時からそうだったんだけど、多分これがね分岐点だと思うんだけど、わーって普通に飲んでて乗ってくると、じゃあカラオケでも歌っちゃうっつって、ここになんかカラオケセットがあるのよ。で夜中になるとカラオケ歌い出しちゃう。そこに混ぜてもらって、なんかすごく楽しかったのだ。あとねもう一つちょっとこの店ではね一つ言っておかなきゃいけないものがあるのだ。すいません、はい、ホッピーください。ホッピーについてちょっと語るぞ。ちょっとねあれちょっと変なとこだけど、お手洗いに行く。ナチュラルおすすめのサンレホッピー。サンレとはホッピー焼酎ジョッキの3つをよく冷やし氷を入れない味が染まらない美味しいホッピーの飲み方です。でホッピーはね、おいいシール買ったのね。ホッピーはみんな知ってると思うんだけど、お、こんにちは。すいません、勝手にいろいろやってます。全然関係ないから。と映っちゃって大丈夫ですか？私ね。大丈夫ですか？やっぱ常連が多いんだね。マスターの一言。大丈夫。常連さんですよ。大丈夫って言われちゃうと思うね。多分マスターが大丈夫ってのはいいんでしょう多分。で。ホッピーって普通ホッピードリンクあるでしょ。でグラスに焼酎入れるでしょ。でそれをこう自分の好みで、はい、すいません、自分の好みでホッピーグラス、ホッピードリンクをちょこちょこっと足してってなくなると中だけおかわりとかって言うでしょ。ホッピー飲んだことない？ホッピー飲んだことないと話にならないんだけど、大体ホッピーって大体どこでもそういうものなんだけど、ホッピーを作ってるのはホッピービバレッジって会社ね。盛り上がってるね。ホッピービバレッジが推奨してるホッピーの飲み方。サンレーっていうのがあるね。ホッピードリンクと焼酎とグラス3つとも冷やす。そうすると3つとも冷えてるからキンキンが飲めるわけよ。でそこでだいたい冷えてても氷が入るわけ。ところが例えばね墨田区の北の方とかさ、ちょっと根っから酒飲みがいるようなエリアってあるじゃない。そういうとこ行くと氷なんか入れると、何だお前氷なんか入れて薄めてんの、いい商売してるねとかってそう言われちゃうことがあるわけよ。でホッピー見て氷入ってないでしょ。ホッピービバレッジの推奨してるサンレっていうのはホッピーが入ってるホッピードリンクと
焼酎とグラス3つとも冷やすんだよ、三例だからね。だけどホッピービバレッジが推奨してるグラスっていうのがある。でこれに入れるとちょうど多分ここら辺の印なんだろうな、ここら辺の印にホッピー入れて、あ逆だ、ここら辺に焼酎入れてホッピーをドドドと注ぐとちょうどね1本ホッピービバレッジ、ホッピードリンクがちょうど1杯入ってちょうど収まるようになってるの、このグラス自体が。あのホッピービバレッジ 特注のグラスなのね。でこれで飲むとホッピービバレッジが推奨するホッピーと焼酎のパーセンテージっていうのがあるんだけど、それに合ったいい感じの、ちょうどいい感じの具合のいい感じの美味しさのホッピーが出来上がる。そうするとなんだ、まあ確かにさ自分でさホッピーちびちび入れながら楽しむっていうのもあるんだけど、本当のサンレってはこれなの。でダメだ、我慢できない、もうちょっと飲むね。うまい。でねホッピーってこのサンレはホッピービラージが推奨してんだけど、これやってるとこ実はあんまない、なかなかね珍しいよ。なんでかめんどくさいんだよ。まずグラスを冷やす、冷蔵庫にグラスたくさん置いとかなきゃね、ホッピーもたくさん入れ、まあ、ホッピーは普通冷やすか、ホッピー入れとかなきゃね、で焼酎も入れとかなきゃね、で場所食ってしょうがないし、だからあんまこれやりたがらないお店側は。だけどここの店はホッピービラージ、まあ真面目なんだろうね、なんかねオーナーがねいい人なんだけど真面目なんだよ本当に。でマスターは言われた通りやっちゃってんだろうねきっとね。いい感じのホッピー三連っていうのがあるのか、じゃあじゃあ言われた通り三連出そう、他やってる男いないよ、やっちゃうんだよ、偉いんだよ。ダメだね、真ん前にあると飲んじゃうね、ガンガン飲んでるね。常連さんと話弾んでます。本当さ、なんかさ最初言ったけどさ鈴木さん原産向きじゃないよ、なんか町の人がねアットホームな感じでやってる店だから合わないよって言われたんだけど、これほんとねある意味一番下町らしい店だしね、こういう店の人が優しくてお客さんが今でもなんか好きなこと言っててでしょっちゅう週に何回か来て、おまた来たねみたいな、こういうこと言ってくれるような店ってまあ下町に限らないかもしれないけど一番いい店だよね。うん、なんでこういう店はわしには向いてないって誰が言ったんだって忘れたけど言うのかね、わし一番好きだよこういう店、実際こういう感じでボトル持ってる店とかも何度か下町にあるし、てかこういうアットホームな店しかわしはボトル入れてない。森下とか門前仲町とか東洋町とか何軒かボトル入ってるけど、大体そういう店ってこういう店だな、過ごしやすい店だな、まあ、過ごしやすいし、あと俺のわしのわがままをね聞いてくれる店が多い。あの人の同級生がうちの娘向こうのお母さんと同級生なのね。盛り上がってるね。盛り上がってる、ね。もらってそんな不思議なのって。朝ずっと一回りしたのトライで。ああ。うちのね娘。江戸川さんって言うんだよね。大村はどちらなんですか。日本の方じゃないでしょ。関西人。顔は外人さんで心は日本人で。言葉は関西人なんですよ。そうか。関西人。いいね。そういう返しいいね。あの彼に今日は楽しかったよって言ったけど、お前嫁に感謝せよって言ったけど、久しぶりに男らしい男を見たよって言ったんだけど、私もほら。いいね、いいね、普通の酔っ払い、普通の居酒屋、こういうのがなんか一番いいよね、なんかね。
まあまあの話を聞いて、まあこんな感じで今日も要は老けていくのだ。本当にねコロナがね収束して、本当に収束したのかな、なんかやっとわしも外に飲みに行けるようになって、こういうちょっと馴染みの店でわわさげるのは本当に嬉しいのだ、うん、でもねそれがどうこうって言うんだけど、この店本当にねいい店ですから、よかったら来てみてあげてくださいなのだ。今日はこの辺でこれでいいのだ。